やめちゃめちゃいい天気やんかな。雨の降る予定やったけどな、うん、もうあれ昨日からさ、もうさ、うんうん、結構さ、うん、あれあれになってたよね。あれになってた、結構あれ暑い晴れって言ってたね。で、何持ってきたの？おやつと手袋と、おやつと、うん、あと日用袋とゴミを、あ、ゴミ袋、うん、あと虫眼鏡もできた。ブラックライトと、うん、ここにつけるライトと、めちゃくちゃ持ってきてるやん、うん、あとお茶、あ、お茶だな、と帽子、あ、帽子な、帽子2個持ってきてるもんな、うん、水晶さ、うん、あれちっちゃいやろ、水晶、水晶、うん、まあ大きいのもあるか分からんけど、だいたいちっちゃいと思う。そこ気つけてよ、うん、よし。そして、聞いたことあった？うん、前外国のさ、ペットボトルめっちゃ落ちてる。へえ。ここ行ける？うん。おんぶしたろか？いや、大丈夫。大丈夫？前も行ったから。そう。同じ感じだもん。全く同じなの。こけんといてよ。うん。危ないな。低下してあげるか。もう好きや。自分の力で行くの？うん。スーパー小学生やん。こっちじゃなくて、多分あっちやな。でもさ、水晶がもしあったらちっちゃめのやつはいいな。なあ、ちょうど入るやん。どうする、それに入らんぐらい、そのバケツに入らんぐらいでっかいやつやったら。大丈夫、俺一応袋持ってみてるから。あ、大丈夫、こけんといてよ、うん、こけてもいいけど、泣かんといてよ、うん、最近いつ泣いたん？最近？うん。な。うん。忘れた。一個でもない。だいぶ泣いてない？うん。そうか。1ヶ月ぐらい前に泣いたん？うん。なんで泣いたん？忘れた。父に怒られて？忘れた。ほんまにあるんかよって感じやな。全然キンキラしたものがない。うん。もうちょっと砂利のとこ行かなあかんはずや。あっちの。めっちゃ奥やんか。知らないやん、だってそんな珍しいし探すんやもん、ね、ここにあるかもよ。ここも砂みたいな感じになってるで。あ、ここちょっと見てみる、ここらで。あ、はいはいはい、こういう石よ。あ、あったやん。え、ここほら、もう水晶いっぱいある、ほら、えー、ほらっていうかすぐ見つけたな、うん、ほら見て、めっちゃ入ってるで。結晶やな、綺麗な。そうやろ、綺麗な結晶。こういう石探したらいいってことや。こういう、そうそうそう、じゃあね、あの見た目のこういう石、うん、ちょっと探してみようか。わらんでもあるで普通に、うん、それで逆で掘ったらいいんや、後ろの方で。そんなに放置放置したら、まあ僕はその間に大きいの探してくるけど。よし、どっちがすごいのを見つけるかの勝負やから、今日は。変わった柄の石でも OK な。 OK、 今日でしかも持って帰れるサイズ。これ箱、あ、こんな石好きなんやな。こう柄があるやん、なんかこう、いや、すごい大きいのだったらないんじゃん、ここ。そうやな、大きい石すぎてもあかんのかな。だってここあれ、もしあったとしても持ち帰れんや。そうやな、あっち行こうか、もうちょっと。この辺から怪しい気すんねんけどな、うん、した、うん、怪しい気した、うん、ちょっとここら辺なんかさ、怪しいよな、なんかな、うん、ちょっと違ってきたよな。ちょっと今までのとこは違う。そうやな、大きい石もありながら小さい石も結構。そういうこと、だから、ね、だからとても怪しいよな。なんで近くのコンクリートか、コメントか、コンクリート違う。でも自然の形と思えんような石やな。なんかとにかく歩きにくいよな。なんかしかもいろんな石あるしな。いろんな石あって楽しいんだけど。うん。大きすぎねん、ちょっと石が。なあ。もうちょっと石ちっちゃかったら歩きやすいのにな。なんか変な形やな、こんなにグニョグニョして。こういうの
水晶あるじゃん、これ。水晶、水晶。え、あ、それはそうや。水晶。これ、多分これすごいと思うで。割ってみる、これ。うん、割ってみよう。あ、無理や。あ、割れた。見てみる、うん、どんなん入ってるかな。どれどれ、中にはなんか入ってないか、入ってないか。ないな。あー、ないか。外だけかな。あ、これここだけ割れんの。そこだけ割れん。それまた大きいから、また欲しかった後にしよう。それ、その向こうにあるのあるやん、それ。これ？それ、それ、それ。これ？じゃ、その下。これ？その下、茶色いの。これ？うん、それめちゃんこ怪しいやん。確かに。でもないな。いや、これめちゃくちゃ怪しいぞ。割ってみる？これなんでこんな茶色いんやって感じ。待ってみるで。待ってみるで。待ってよ。待ってよ。いいか？あ、割れた。チョコレートみたいに割れた。簡単に割れた。何も入ってないわ。こんな感じで探しながら行こうよ。今のはいい感じやったで、うん、ああいうことやな。ほんまに今の部分だけ割れんの？割れん、割れんし、あ、まあそんないい水晶じゃなくてもっといいの出てくる、うん、もっといいのある、もっといいやつ出てくるよ。あ、貝殻発見、宝貝。これ？それ宝貝や。それの音入っとる。これもともとな、水の中にあったとしたら水の音が入ってないね、うん、へー、誰かに一応入れとこ。よしよし。お、もうついたやん。もうあとちょっとや。あと、もうついたのや。ついたようなもんや。めっちゃ来たぞ。あの、だって向こうから来ても、見て歩いたとこ出たら向こうから来ても。よし。この辺を掘ったり、石を見たり、すればいいんや。どんなところにあるんかな。これがしたかった？こういうちょっとずつ探しながらちょっと考えてこういうとこにあるんだっていう。そう、ああでもないこうでもないみたいな。なちょっと考えてやる。もしこれが YouTube になかったらさらに最高。そうなん。もうちょっとこの崖の方かな。さらにちょっと分かりにくい。なんか石がないな、それっぽい。おかしいな。なんかいっぱい落ちてるって書いてたんやけどな。どこがいっぱい？ただ3個くらいしか全部見つかってないのに。いやだから場所がちゃんとあれでな。正解じゃないんやな。なんか初めに見つけたからよ、どん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 すぐに出てくるんかと思わせて出てこんな。確かに。ちょっともうちょっとここ探検してみようか。綺麗な方がちょっと。ここ気つけてよ。あるっていう水晶があるっていうのがあるんや。あるのはある。うん。ている。道具持ってあげようか。片手で登れる。これなんかあるかなと思って。いや、そんな砂利じゃないの。砂利じゃないな。あれ？そう、砂利だったらあるかもと思ったけど、砂利じゃないな。そこら辺やな、砂利。ここもなさそうやな。よし。まあ砂利のとこあの辺でちょっと探してみようよ。ゆっくりと。熱々。じゃさっき行くわ。あの歩くわ。あのもし足場悪かったらあかんから。うんうん、来れてる？大丈夫？探検隊ついて来れてる？ちびっこ探検隊。ちびっこ？ちびっこやん。ちびっこやん。ちびっこ扱いすんな。いや別にそういうわけでもない。そういうわけでもない。なんかでもちょっとこっちの方が椅子がないな。ないな。そんなん簡単にないんやな、うん、いろんなもん普通の場所にあると思ってたよ。そう、もっと余裕でいっぱいあるんかと思ってたけど。戻る？うん、戻ろっか。先行って。いや、こっち、先行こう。来た道戻ろうか。戻る方がキンキラしてるように見える。これ水晶入っとる。ほんまか？見て見て見て。あ、ほんまや、入ってる。うわ、入ってる入ってる。どこめっちゃ入ってる。よし、それ持って帰ろうな。はぁセキュリティって言ってたやつの10倍ぐらい大きいぞ。でもちょっとここら辺に来たら。そうやな、やっぱりこの辺に来たらってことや。あれだ、この辺の岩場に来たら。でも
もあともちょっと多くなってきてるからさ、石が大きすぎんだよな。でももうちょっとちっちゃい石でいいんやけど。これ水晶？ん？キンキラしてたんやけど。どれよ？これここだ。これここだ。もう見えほど。違う。塩とかちゃう？すっごいキンキラしてる。うん、塩で光ってるね。やっぱあの初めに降りたあそこら辺一回探さんの、うん、椅子のところそこでちょっと探してよ。うん、もうなかったらどっか行こうよ。ちょうどいいとこ椅子な、そこら辺でよいしょ、じゃんじゃん探してくれ。10歳。なんで嘘ってわかるんよ。ああ、まだここにあった跡ある。いっぱいキラキラしてんのにもう、そう、いいやつがない。ああ、これも全部そうか。ここにも入ってんねんけどな。こっちの方が多いな。多いんやけど、こっちの方がもうなんか角が取れてんのよな。え、あ、うわ、すごいなった。超重なった。持って帰れんけど。ほら。ほら。これ全部そうや。こういうこと。ここ、ほらほら。全部水晶や。こういう水晶の、うん。ここがなんかかまどみたいな形になってて、ここから火が出てるような白い。な、やつな？やつが出てる。すごいろ、これ、ほら。こんなんの、ちょっとちっちゃいのでいいんやな、我々欲しいの。こんな大きいの持って帰れんやんな。いいの見えたな。すごいな。あったね。これもちょっとなく、あ、これ、あ、これは中に入ってる。この辺探したらさ、そんなんあるんちゃう？あったわ、ほら、いっぱいあるで。ほら、持って、まあ、うん、重たいし、うん、微妙。そんな、なんちゅうか、もうほとんどなくなっちゃってるけど。うまい。なんか見て。え、ほんまや、ほんまや。丸くて穴ブスブスの岩や、これ。久しぶりにさ、うん。おっさんみたいなこと言ってるやん。あ、見て、キラッキラしてる。ほら、キラッキラしてる。これ、もうすごい希少や。なあ。すっげえ綺麗、珍しい希少。その、もうちょっと、かけらが、あれ、ちっちゃく、もうちょっと石が大きくて、じゃあちっちゃくて、そう、でなんかあのキラキラが大きいの、粒が大きいやつ。もうなんかさ、あれ大きい、こんな粒一つでもいい。そう、粒一つ、そうやな。その探した人によると粒だけでもあるって言っててんけどな、こんなにして粒だけでもな、でもないよなそんな。別の場所なんやろな。さっきのお茶も言ってたけど。水晶、水晶。あった？水晶、水晶。正解。正解。こことか水晶。そこにあってんな。ちょっと大きいな。ん？これもどんどんここにやったんじゃん。そうそうそう、そこにあってん。けど抜けて、あとちょっと。コンコロコンコロ転がってるうちに。これはもしかして。あ？これはもしかして。もしかした。ゆえんやつ。ゆえんやつ。でもまた水晶になるやつ。なるやつ。なんか大物がないね。こりゃすげーってやつないな。あ、こりゃすげーけど大きい。ほら、こりゃすげーけど。見て、これはまた水晶。いいえんやつ。その辺そうやってんな、水晶ついてる。水晶あってん、そこにあったんや。これめちゃめちゃあるやん。気づいてなかった。これすごいな。これすごい、これすごいわ。もしこれがちっちゃかったら絶対持って帰るわ。見逃しは絶対せん。最初俺見逃してしまってたんやけど。なあ、こう触って、ほら。二人に一点ずつ、うん。指で触ってみて。一点ずつやな。面白い柄。不思議柄。あ、あ、すごいなった。マジで。こんなすごい初めて見ました。見てほら。うわ、キモッ。えぐ、これがナンバーワンやな。これ今日ナンバーワン？うん、さっきのがナンバーツー。キラキラしてるな。うん、ナンバーツ
2ここ置いとく、うん、ちょっと大きすぎてまだ持って帰れんねやん、こんな大きいナンバー2。あっ見つけてしまった。えそれ持って帰れる大きさちゃう？え、すごいな、これ。これは結構すごいんちゃう？これ結構キラキラしてるぞ。見つけてしまった。それ持って帰る？うん、持ってていいよ。いえ、見つけてしまった。俺が見つけた。キラキラしてる。ここにいっぱいついてるやん。こうの字になってるやん、こう。うん。それは？その足元のやつとかは？これ？うん、それその向こう。これ？あ、それとか、うん、その辺とかわからんけど、ないか。その下のなんか筋っぽいのは？これ？あ、あ、え？あ、これはまた見つけてしまったから。あ、そうやな。そう。ちっちゃいけど。やった。そう。やった。これ持って帰る？うん。ちょうどいいサイズです。お、これそうなんじゃないの？これは、お。何見つけてしまった？持って帰れんけど水晶。ああ。持って帰れんけど水晶や。そうそう、そういうの持ってあげるわ。1個。いや、いい、俺も1個やで。うん、いい、自分でも。これいらんやつ？うん。もうないか？いい、当たってきた。熱っ。なんだこれ、いっぱいあるやん。これレンガ？レンガ、違うけど、うん、偽レンガ。場所変える？場所変えるか。もう一旦水晶こいでいい？こうしとこうか。